スーパーニューニューは、魔石芸能者に所属する大将と古谷いなやからなる、日本の男女を洗いコンビ。2012年10月結成。2012年9月3日にユニバーサルボンボンが解散した、大将、同年同月末で揚げ物ワしおいが解散した、古谷により、同年10月に結成。二人の前のコンビの頃からすでにお互い気になる、存在でもあり。 インパクトがあるから、また男女コンビを組みたいと思い、古屋なら顔がよく花もあると思っていた大将と、大将の突っ込み方が良かったから組みたいと思っていた、古屋の意見が合うような形で結成となった。2013年6月から、魔石芸能社にユースとして所属。コンビ名は、大将が好きな AV 女優、瞳が、長父と呼ばれていたことに由来し、新しく組み直す意味で、 ニュをつけたなお、古屋が提案したのは、シルバーネックレス銀人。自主ライブ、東部第33部隊を行っている。主にコント。1日中小道具制作に充てる日も、あるほど小道具を対応する。小学生や、高校生などに扮した、古屋が突拍子もない言動をし、それに対象が振り回されるというパターンで、絶叫の連続などによるテンションの高い展開が多い。 破天荒キャラとされており、受け出すとアドレナリンが出始めて、二人ともブレーキが効かなくなって暴走してしまうと話している。なお、最後は作った小道具をすべて壊す展開のコントが主流でもある。ライブにおいては、二人とも死ぬという設定のネタも多くあった。古谷が絶叫して唾が飛び対象のコンタクトレンズにかかって見えにくくなったり、 古谷が大将をお盆で殴るという流れのところで、ネタ用の柔らかいお盆が手元になく、普通のお盆で殴ったために大将が頭から出血したということもあった。2020年から漫才も始めている。古谷稲谷に関するカテゴリー、大将に関するカテゴリー、藤沢大将に関するカテゴリー、ありがとうございます。